はい、ホワイトベース教習所センタースタンドの書き方第2弾です。はい、鬼の半クラ。あ、そんなことどうでもいいんですけども、さっき CB でやりました。で、今度は SR でやってみようと思います。 SR の車両重量は CB に比べるとですね、80キロぐらいは軽いんですね。だからこっちの方が多分書けやすいはずなんですけども、実際ですね、センタースタンドの形状っていうのはちょっと異なります。はい、なので、なんていうんですかね、 SR のセンタースタンドっていうのはより重心が前にあるんですね。中心より若干前に来てます。これ理由があります。後で説明します。はい、じゃあセンタースタンドをかけてみましょう。ちなみによくある間違い、はい、近くに立つ、ここまではいい、でもここ、これノーマルのグラブバーです。これないバイクもありますけども、これを持って上に引っ張ってる人、足を突っ張って上に引っ張ってる人、これはね、これでも立つんですけど結構きついです。はい、で、じゃあどんくらいきついかっていうと、私体重73キロあります。いいですか、73キロの人間がこうやって乗ってもセンタースタンド立たないんですよ。はい、きっとこれを見てらっしゃる方は私より体重の軽い人だと思うので、私73キロが乗っかってもセンタースタンドが立たないということは、体重でやろうとするのは諦めてください。真下にいくら押してもですね、絶対センタースタンド立ちません。で、じゃあどうしたらいいか、これもですね、少し後ろの方、斜め45度方向ぐらいに向かって蹴ってやるんですけども、少しセンタースタンドから出てるアームが短いんですね、 SR の場合は。だから力が少しかけづらいです。でもできるんですよ。ここを持ってやって、少しこう腰を引いてちょっと勢いをつけて後ろにやってやるっていうだけで立ちます。はい、で、じゃあなんでさっき言ったように重心が少し前にあるのか、これメンテナンスをするときにですね、この状態だとフロントタイヤが設置してます。じゃあフロントタイヤを取るとどうなるか、フロントの方は軽くなるので今度はリアが設置するんですね。はい、そうすると前が浮くのでフロントの足回りのメンテができるようになります。じゃあフロントタイヤつけておけばどうなるのか、リア周りのメンテができるんですね。このままリア外しちゃえばいいんで、はい、っていう理由があって SR のセンタースタンドというのは微妙に重心が前になってるんですね。まあ、これは余談です。はい、で、じゃあもう一回やってみましょうか。はい、で、後ろに向かってっていうんですけども、結構最初は力の加減がわからないで難しいです。でもちょっと見てください、僕が後ろに向かってちょっと力入れる、ちょっと力入れて、もう若干こうやってやってると浮いてるの分かります。はい、まずこの練習からです。で、センタースタンドは下に設置して、馬になってるアームですね、こういう形のアーム、これがちゃんとこう地面についてれば手を離しても倒れません。ちゃんとバランスしてます。で、こことここを持ってやって、こう後ろにこうゆらゆらさせてやると、あ、なんかいけそうだなっていう、こう振り子にしてやると感触があると思うんですよ。で、もうあとはこれでいけるタイミングでフッてやってやればセンタースタンドは立ちます。はい、そんなこと言って二宮さん本当はクソ力入れてるんじゃないのっていう方がきっといると思うんで、いいでしょう、私がクソ力を入れてやっていないというですね、ことの証拠にですね、裸足でやってみましょうかこれね、思いっきり力入れてやってるとしたら痛くて裸足じゃできないはずですよね。はい、いいですか、せーの、はい、できました。今すっげえ痛いのに我慢してるわけじゃないですよ。真似しないでくださいね、危険なんで。でもこうやってこうタイミングさえきちんとビシッと掴んでやれば、あまりこう力をかけなくてもできる。いくらですよ、私より体格的に恵まれてない女性でも私の裸足でやる力加減よりは力がかけられると思うんですよ。で、先ほどですね、お客さんとも喋ったんですけども、靴はですねしっかりしたものを履いてください。はい、そうした方が力は入れやすいですということで、はい、皆さんのお役に立てればなんですけども、なんていうんですかね、例えば 50cc のスクーターでもセンタースタンド難しい人います。
あれは重心がまたずれてるからなんですよ。ちょっと遠いんですね、重心が。そうなるとやっぱりかけづらい。でも実際今やってみたように、自分の力がかけやすい足の場所っていうのがあるはずなんです。例えばまた話が前後しますけど、こうセンタースタンドのここから足がこんなに離れてたら絶対に起こせないんです。まあいけますけどね、私慣れてるんで、やりづらい。でもあんま近すぎてもじゃあできるかといえばできない。適度な距離で斜め45度に力を入れやすい距離でやると、センタースタンドを立てることができます。ただ今のこういう SR みたいにある程度軽量なバイクだと、こうさっきのこうゆら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 できるじゃないですか。こうやって多分こうやっていけないこともないと思うんですけども、まあちょっと不安定な気がしますよね。なるべくこう足を近づけて、まあつま先はこう、まあ前だったりこっちだったりしますけど、こうじゃないです。こうでやっても上がらないですからね。はい、この状態で腰を引いて後ろに対して振りかぶって、振り子のようにふんってやってやればセンタースタンドをかけることができます。はい、で、センスタを下ろすのが怖いという方は、またさっきと同じですよ、インチキですね、このまままたがってガッチャンっていってフロントブレーキを、よいしょ、ここ斜めになってるんですよね、よいしょ、握って足をつくというのでもいいんじゃないかなというふうに思います。熱い。というわけで皆さんのバイクライフのお役に立てれば幸いです。これいろんなバイクで今度やりましょうかね。入ってきたバイクでセンスターあるやつでは、まあ、なるべくやっていこうと思います。はい、どうもご視聴ありがとうございました。